モッホンハイ。ベトナム語で二度はない。一発撮りで人と向き合うインタビューです。東京の南大塚にある日本ベトナム友好協会に来ています。まあ、日本全国いろんな日越友好協会あるそうなんですが、ここは一番日本で歴史のある全国組織だそうです。そして今ちょっと映っていただきましたが、今日のインタビューのゲストはこの方です。簡単に自己紹介をお願いします。小松美雪と申します。はい、小松美雪さんです。よろしくお願いします。まず日本語教師、はい、はい、それでベトナムに行きましたね。はい、うん、それから元 VOV ベトナムの声放送局、この前ちょっとフンさんにもご出演いただいたんですが、そうですか、ね、の日本語放送の専門家、はい、はい、それからエッセイベトナムの風に吹かれて、まあこれもともとね、越後のばあちゃんベトナムへ行くっていうタイトルだったんですが、これの作者、はい、はい、それからいきますよ、どんどんあります、はい、2017年の外務大臣表彰受賞、はい、これはあれですね、国際貢献された方への表彰ですね。それからその次の年、2018年公益財団法人社会貢献支援財団の社会貢献者表彰を受賞されています。そしてもう一つ言っていいですか、はい、はい、これ、小松さん、ドキュメンタリーエッセイとご紹介していいんでしょうかね、うんうんうん、動き出した時計の作者でもあります、はい、そんな小松さんにたくさんのお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず小松さんはベトナム、結局トータル何年住んでらっしゃったんでしょう。30年ですね。小松さん、さらっと30年ですね。なんて92年から、2022年まで30年。そうですね、30年を機に、うん、はい、そろそろ帰ろうかなと思って帰ってきました、はい、うん、行ったきっかけは日本語の先生、うん、日本語教師ですね、はい、勤め人やってたんですけどね、はい、私たちの世代はね、団塊の世代は長生きするし、うん、仕事終わってからもやれる仕事ないかなと思って、うん、定年過ぎてからもね、で、そうですね、途中で、そうか、日本語教師っていうのを当時流行りだしたんですよ。流行りだした90年過ぎると、うん、結構外国人が入ってくるようになったんですね、うん、それでそういう仕事があるっていうことが分かって、うん、日本語教師養成講座っていうところが、うん、都内にも結構できて、うん、でそこに通ったんです、うん、仕事辞めてね、うん、その日本語教師っていうのは結構今もうすごくね、うん、もう難易度も上がって、うんうん、でたくさんの人になってますけど、その走りみたいな感じ。そうですね、最初の時期だと思います。だから420時間の養成の内容を終えて、うん、でそれから2年間の教育現場実習、それが必要だったんですね。で日本の中でそれを現場なかなかやれなくて、うん、それで外国、結構みんな韓国とか外国出てったんですね。で私は日本語の凡人社っていうところが四谷に当時ありまして、そこに掲示板で募集出てたんです。でそれに応募したんです。でその時ね、凡人社にベトナムハノイ勤務募集っていうのがあったんです。それで、私ずっとベトナム忘れてたんですよ、うん、でも青春時代ずっとベトナム戦争がねもう長く続いてて、それでベトナム人民支援なんかもやってましたし、うん、そうだ、あの国どうなってるのかなみたいな感じで、でそこにベトナム募集があったもんですから、うん、ああ行けるのかと思いまして、給料は300ドルだったかな、300ドルで、けどまあ渡航費、滞在費、はい、宿、食事は保証するということで、うん、素晴らしい、うん、だからとにかくビザも保証する、うん、当然ながらね。で受け入れは向こうの文化省だったんですね。あ、当時の言い方では文化省、国家公務員みたいな、うん、だから結構上の人ともね知り合いになれたんですけれど、
というルートがあったんで、それで、行かせるならここで2年間私が教育実習っていうか、ね、それが今後に行かせるならと思って、うんうん、まあ2年のつもりで行ったんですね。2年のつもりが30年そうですね、まあいろいろあってね、そこまで小松さんを30年滞在させた理由って何でしょうね、うん、あのいきなり30年じゃないんですよね。最初は2年間のそれをクリアするので精一杯ですよ。もう初めてですし、ね、ネットもあるわけじゃないし、当時ワープロでしたからね、もう自分で全部パタパタこう打って、うん、あの教材作ってやるので、うん、あの大変ですね。停電もあったから、あの作っても印刷できなかったり、停電普通だったんですよ。普通、うん、だ今では全く考えられない生活ですよね。そうですね、今の人は恵まれてますですね、うんうん、停電が当たり前の、そうそう、で雨が降ったらあの川になるしね、道がね。あでも今でもね結構冠水多いですもんね、なってますね、今もね、市内も、うん、でもまあそれがもっとハードだったんでしょうね。いや、まあ、膝まで水来ますからねもう川のような市内。移動は自転車だったんですね、うんうん、50ドルで買った自転車で、それで普通の人はシクロとか、はい、それからバイクは少なかったですね、ほとんど自転車だったので、シクロですね。車なんかもほとんど公用車しかなかったので、うん、実は今日ね、あの小松さんにいろいろなんか当時の資料をお持ちいただきまして、はい、これすごい貴重ですよね。そうですね、ですね、ちょっと行きましょうね、うん、どれから行きましょうか、うん、やっぱり最初はこれでしょうかね、はい、あのこれはね、はい、1956創刊号、ここの日本とベトナム創刊号、ベトナム友好協会の機関誌、今もありますけどね、日本、こちらのここのすごいこれね、創刊号、創刊号ですよ。この友好協会ができたのは、今年がねちょうどデンビエンフの勝利から70年目という年なんですけど、はい、つまりあの甲府戦争、はい、フランスとの戦争からね、はい、70年目、この5月ですね、はい、それで、実はねそこに残ってたあの日本人がいたんですね。残留日本兵もいましたし、普通の駐在員、銀行員ですとか、はい、商船マンとか、あのデパートの人、普通の駐在員も今と同じようにいたわけです。普通に進駐っていうので行ってましたからね。それ、その人たちも、の中でも残った人がいて、その人たちが、1954年の11月に日本に帰ってくるんです。何名かがね、71名が。で帰ってきた人たちが翌年あの自分たちはこれからベトナムとあの交流していこうということで、で団体を作ったのが日本ベトナム友好協会なんですね。こちらなんですね。そうなんです、そうなんです。だから老舗なんですよね、はい、そうでまた小松さんにいろんな資料ちょっともいいですか、うん、見てもそれから一気に飛びますね、はい、私がハノイに行った時 の, あの92年ね、日本大使館がこの頃の大使館もやはりベトナムですね。在ベトナム日本国大使館、ちょっと見せていただいていいですか、はいはい、でこういうのは私がカメラが下手くそですいません、ね、私が行った時これはあのもらったんですね、はい、これいけるかな、ベトナム状況こんなですよみたいな感じで、在ベトナム日本国大使館、はい、1992年1月、はい、ハノイ案内。そうですね、だって今でこそ地球の歩き方とかね、いろんな冊子がいっぱいありますね、はい、あのコトリップだのなんだの、はい、何にもない時代ですよ。ですよね。その時に、うん、この案内がどんなに支えになったか。この鉛筆で何書いてあるんですか。ホテル5つ、レストラン 7軒、1ドル12000ドン、シクロが1キロ1000トン。すごい、これ生の情報ですね。郵便は、日本とベトナムの郵便は2週間前後かかると。で、モスクワ経由であると。これ特徴的なことをちょっと書いたんですけど。モスクワ経由。はい、そうです。もう直行便ないですしね。当時のあちらのね、関係のルートでしょうね。はい、
これ小松さんしか持ってないですよね。ね、普通のみんなもらってるはずですけどね、私は処分しないでずっと資料取っていくの好きですから。すごい、まさか今日生きるとは思いませんでした。次これがいいかな、はい、まだまだですよ。私が住んだ住んでしばらくしてまた2年も経ってからですけど、はい、94年の日経新聞ですね、こういうのが出たんですね。戦場が市場になるっていうのがね、はい、キャッチフレーズの頃だったと思いますけど、三菱銀行、ホーチミン本日オープン。そう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 、それも駐在員事務所ですよ。銀行がオープンじゃない、駐在員事務所。駐在員事務所。なる事務所です。で、隣は隣。三和銀行ですね。歴史だ。うん。だからみんなこの頃出てったんです。94年。どうして94年に出てったかっていうと、95年にあれですね、アメリカとの経済封鎖が取れるわけですね。それでその前に ASEAN 加盟するわけですけど、うん、なのでこれからは新しい市場として開く時ですよね、うん、動いてくるんです、どん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 ね。だから本当は2年契約で帰るはずだったんですけど、はい、うん、とにかくねベトナムが日々こう動いてくるんです、うん、で来年 ASEAN 加盟だよね、来年こうなるよね、なんとか会議が入るよねとか、どん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 来るから、契約終わっても私は今すごい時代に私は立ってるかもしれない、これはちょっと見続けたいなって思って、それで他の形でね、それこそブヨブヨに知り合いができたりして、うんうん、手伝ってくれって言われたり、うん、それから少年宮殿っていうハノイチルドレンパレス、そこで子どもたちに教えたりとかで、大学のそこでもね来てくれとか、はい、もう本当いろんなのつなぎつなぎで、うん、いる方法を考えたんですね。小松さんすいません、もうなんかすでにもう十何分経ってしまいました。もう前半になるかパート1になるかわからないんですけど、とりあえず一旦これで締めさせていただいて、次回によろしくお願いいたします。はい、日越交流コーディネーター、はい、小松みゆきさんでした。ではまた次回よろしくお願いします。お願いします。もっほん、はい。ベトナム語で二度はない。一発撮りで人と向き合うインタビューです。